リバーソングはテレビドラマドクター・風に登場する11代目ドクターのコンパニオンであり彼の妻である。本名はメロディ・ポンド。新シリーズのシリーズ4静寂の図書館で初登場し2015年クリスマススペシャルザ・ハズ・バンズ・オブ・リバーソングまで登場した。アレックス・キングストンが通常のリバーソングをニーナ・トゥーさん・ホワイトがメルスを シドニー・ウェイドが幼少期を演じた。小物ドクターとの時系列は逆行していることが多々、あるため、リバーの未来はドクターの過去に位置しドクターの未来はリバーの過去に位置することが多い。彼女の持つターディス色の手帳には、ドクターの未来が書き込まれている。自分の過去をドクターなどから尋ねられた際には、ネタバレよと返答することが多い。こんにちは、あなたも口癖の一つである。 エイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズの間に生まれた娘で、ある。エイミーが、ターディス内で身ごもったためターディスの影響を受けており、DNA にタイムロードのものが混在している。それゆえ、タイムロードと同じ再生能力を有し、死に瀕した際は再生して、ダメージをリセットし別の姿になることができる。ただし、この能力は、シリーズ6、ヒトラーを殺そう。で、 ドクターの治癒に使い果たしており、それ以降再生は不可能となっている。シリーズ6でドクターに会うために考古学を学び始め、シリーズ4時点では考古学の教授の地位についている。銃の扱いがうまく、作中で武器を手に取らない、ドクターの代わりとして銃を用いる役割を担う。先のキャプテンジャック・ハークネスの立ち位置と言える。ドクターほど慈悲深くはなく、 本人もそれを自覚している。命乞いをするがーれくを容赦なく射殺する、試練しをこでドクターを殺害した、宇宙飛行士に背後から迅速に発砲する描写がある。シリーズ5まででは、リバーソングについては、不明瞭な点が多く、謎めいた人物として描かれている。ドクターの妻であることは、シリーズ4、静寂の図書館、影の森でほのめかされており、 ドクターの未来に大きく関与することがこの時点で提示されている。シリーズ6では会うたびにドクターが彼女を知らなくなっていくことをうご思い、その辛さを吐露している。同時に彼女の地が明かされ、彼女がまとっていたミステリアスな雰囲気は徐々に影を潜めていく。2015年クリスマススペシャル、ザ・ハズ・バンズ・オブ・リバー・ソングではドクターを失った後のリバーが描かれている。 物語の時系列順に記述すると複雑になるため、リバー自身の時系列に沿って登場を記述する。シリーズ後、ビッグバンの後、ターディス内でエイミー・ポンドが後のリバーを妊娠する。そこに、コバリアン修道会が目をつけ、ドクターを抹殺する暗殺者に育て上げるべくエイミーを基地でエーモンズ・ランに拉致する。基地内で出産され、エイミーにメロディーと名付けられる。 11代目ドクターラがエイミーとメロディーを取り戻すべく、デーモンズランに乗り込み制圧するが、マダム・コバリアンの手によってメロディーは地球へ転送されることとなった。地球に転送されたメロディーは、児童養護施設で、サイレンスに保護されながら成長、生命維持装置である宇宙服の中で幼少期を過ごす。メロディーが、当時の合衆国大統領、 リチャード・ニクソンにかけた電話から11代目ドクターが場所を探知し、サイレンスとの戦闘に入る。その間にメロディーはエイーミーに打たれ再生する。この時、ニュージュの姿となった。再生したメロディーはメルスと名乗り、エイミーやローリーの幼馴染として同じ学校に所属し成長する。エイミーからドクターの話を聞き、タイタニック号が沈没したのは、 ドクターのせいなどの発言を繰り返し問題児扱い、される。年を重ねるごとにエスカレートし、バスジャックを起こして、植物園に突っ込むという事件を起こし、留置場に入れられることもあった。メルスは、デーモンズランの戦いの後でメロディーを創作している、エーミーたちの前に姿を現し、アドルフ・ヒトラーを暗殺しようとして、ターディスをジャックし、破壊、年のヒトラーの前に、 不時着した。この時ヒトラーは、宇宙の警察を名乗るテッセレクタにより暗殺を受けて、おり、抵抗するヒトラーの流れ玉がメルスに当たりメルスは、再生する。再生の寸前、メルスは、自らがエイミーとローリーの娘であることを暴露する。再生し、リバーソングの姿となったメルスは口紅に塗った毒で、ドクターの暗殺を狙うが、同時に、テッセレクタが、 メルスをドクターを殺害した罪人であると判断し、テッセレクタに追われることとなる。ベルリンで暴れていた彼女は、テッセレクタに捕獲されるが、エイミーやローリーの活躍によりテッセレクタは、無力化される。瀕死のドクターがリバーへの愛を口にし、さらに、リバーソングの情報が開示され、事故とリバーが同一人物であることをメルスが知り、メルスはドクターを治癒しようと決意。 残った再生エネルギーをすべてドクターに注ぎ、毒を無効化した。メルスは、リバーソングに名前を変え、ドクターに会うために、月のルナ大学で、考古学を学ぶ。しかしマダムコバリアンが現れて、彼女を拉致、宇宙服に入れ2011年4月22日の試練塩湖に、彼女を沈め、ドクターを暗殺させる。この時リバーは、宇宙服の自動制御装置を破壊。 ドクターの暗殺を未遂に終わらせる。しかしドクターの死は歴史の固定ポイントとなっていて改変不能な事実であったため歴史が崩壊し別の現実世界が構築される。この世界における歴史の対局に位置するドクターとリバーが触れ合うことで歴史が修正され歴史通りドクターは暗殺された。ドクターを暗殺したことでリバーは投獄される。この投獄中の間にローリーから デーモンズ・ランへの参戦を依頼され、メロディ・ーポンドがリバーソングであることをドクターたちに明かす。また、ドクターから招待状を受け取ったのもこの頃であり、宇宙服に入った過去の自分が試練し横で1203歳のドクターを暗殺する、様子を目撃する。そのまま907歳のドクターと共に1969年に向かいサイレンスと戦い勝利する。 ウィンストン・チャーチルから電話を受けターディスが爆発することを知り、彼女は時空捜作機を入手して、ドクターにメッセージを残し102年にへ飛ぶ。パンドリカが開きドクターが閉じ込められた際、コバリアン修道会がターディスを爆破。ターディスは内部の時間を無限ループさせることで中にいたリバーを爆破から守る。ドクターはターディス内からリバーを救出した後、 パンドリカの復元光線で宇宙を再構築した。さらにその後、リバーはビサンティウム号に乗り込んで、ドクターを呼び寄せ、嘆きの天使を調査する。ドクター側の時系列で見るとこの時がエーミリにとって初対面であり、11代目ドクターとして出会ったのも、これが初めてである。ビサンティウム号から帰還したリバーは、シリーズ6の大体現実世界を脱した後の、 エイミーとローリーに会いに行き、試練しを子で死亡したドクターは偽物であることを告げる。ドクターが自分に関わる情報を歴史上から抹消したため、リバーが殺害した人物は存在しないということになり、リバーは釈放される。釈放されたリバーは小説家メロディーマローンとして活動していたが、そんな折に、ローリーが嘆きの天使に襲われ1938年で遭遇。 天使の陰謀に巻き込まれることとなる。この事件を予言した本に沿って、行動、天使を切り抜けることに成功する。2012年に帰還したが、ローリーとエイミーは再び天使に襲われる。リバーはドクターに一人では旅をしないように警告した、後、メロディー・マローンとしてこの事件を本にし、後書きにエイミーの衣装を掲載した。その後は、ナードルという男を連れて、旅をし、 12代目ドクターに出会う。彼と出会うまでの間に11代目ドクターがトレンザロアで死亡したと彼女は認識しており、当初は彼がドクターであることに気づいていなかった。しかし行動を共にするうちに正体に気づき、彼からソニックドライバーを渡される。ナードルは12代目ドクターについて旅をすることとなる。リバーは100年前に閉鎖された図書館の惑星を探検隊として訪れる。 ここで10代目ドクターに出会うが、彼にとってはこの時が初対面であり、彼が自身を知らないことに、リーバーは衝撃を受ける。11代目ドクターが、今までにとった態度からここが、自らの死地であると悟り、命に変えてでも、電脳世界に保存された人々を救出しようとする10代目ドクターの身代わりとなって死亡する。この時持っていたソニックドライバーに、彼女のデータが残っており、 10代目ドクターはこれを図書館のデータベースに接続して、電脳世界に彼女の魂を保存した。データとなった彼女はバストラが開く、ドリーム会議に出席。同席していたクララ・オズワルドとリンクし、共にドクターの墓がある惑星トレンザ・ロアに向かう。ウィスパー面に襲われ、窮地に陥ったドクター一行を救うべく、パスワードであるドクターの名を言いバカを解放する。 クララ以外の人物には視認できない状態であったが、ドクターは彼女の存在を認識する。ドクターとキスをした後、別れの言葉を告げ彼女は消滅した。ありがとうございます。